やってやりますよ。2度目のチャレンジ、小学生レッツゴー。乱れまくってる。素晴らしい。これ勝てればもう即3勝でエース上がります。まあエース上がったところでボコられるだけかもしれないけど、頑張ろうか。いやでも前回もね2勝してあと全部負けてるから、いやいやー、まあ、なんか2勝してから負けるんだよね、やっぱ。やばい、相打ちしちゃった。プロモデラー、え、珍しい。塗り武器だから、バンガルマッチはあんまだよって聞いたけど、え、味方強くね。お、これもしかして小学生の流れか。ナイス。さあ、芝塗った。カニタンク行け、カニタンク、カニタンク。倒した。倒したけど、うん、何？あー、バグった。なるほどね。あの位置も当たるんだね。何食らったんだろうと思った。めっちゃ運んでくれてる。え、また防ぐんだけど。強くね、マジで。何あれ。あー、死んじゃった。すげえとこで社長行こうとしたわ。まあ、おかけっこしてる。ひたすらあそこでおかけっこしてる。やべえ、うまい。しかもそういうチューバーじゃん。俺その武器弱いって聞いたんだけど。まあ、結局うまい人が使えば何の武器も強いんだろうな。倒した。倒した。え？カニタンがいて。危ない。いやー、うまい。二人だか今。なもっとあれだな、なんか正面からじゃなくて横からグイグイ狙った方がいいな。2戦目勝った時ちょっと活躍したと思うんだけど、あれとかも横からグイグイ行ったもんな。ここにもいたな。やべ、バレてる。いや、このローラーうまくね。さっきからあのローラーはすげえ頑張ってる見えるんだけど。ナイス、うまい。ほら、またやってる。さあ、失ったが爆発するから引いとこう。
いや、うまっ。あ、違う、別だこれ。ナイス。なんで？なんか知らんけど勝ったわ。多分勝ったよねこれね。なんか知らんけど多分勝った。そんな活躍した気がしないから正直多分何もやってないんだけど、上がりました。ありがとうございます。